なんか、お家が映っちゃった、今個性的な雲があったんで、撮ろうかなと思って今撮ってるんですね。なんかね、なんて言うんでしょうかね、鱗雲っていうか、何雲っていうの、なんだろう、あれはね、やっぱり積乱雲、積乱雲の一種なんだよ、垂れてくるみたいな。ねえ、初めて見た、こんな雲。変わってる雲もいろいろ種類がありますね。鱗雲？いや、鱗雲じゃん。大雨が降る時の独特の雲。大雨が降る時の独特の雲。今日はまたフィリピンの友達にいただいたマカロニ。日本のマカロニとは違って、多分ヨーグルトとか入ってたり。だいぶ甘い。そう、甘いけど美味しいんだよね。まず前他の人にもらったことあったけど、いろいろ入ってるよ。マカロニの中にツナとレーズンとチーズも入ってるよね。すごく美味しい。なんかフルーツ感覚っていうかね、美味しいね。はい、ごちそうさまです。今すっごい光った。3本ぐらいピリピリピリってなったよね、きょうちゃん。龍神様ありがとう。ちょうど車の窓に鳥のブーがついてたんだよね。ちょうど綺麗になったん。雨降らしてくれてありがとう。今日は涼しく寝れるよね、きょうちゃん。帰り道ざんざんぶり、きよちゃんはホットスナックを買いに行ってる。何買ってくるかな。きよちゃん、セブンでこんなん買ってきた。メロンラテってうまそう。あと何、ホットスナックは。これは揚げ鶏。揚げ鶏、あ、何もつけるのはないんだよね。あ、じゃあフライドチキンってこと、要は。そうね、日本語で言っただけだな、フライドチキンをな。な、食べてみ。熱くな。ちょっとかってるんだけどな。そうなの、なんでだろう。骨付き肉ではないの。骨が付いてない。あ、そうなんだ。セブンはうまいですね。今めっちゃガソリン当たってる。びっくり。メロンラテうまっ。よかった、雨があっという間にポツポツがちっちゃくなってきた。でもうちの方はすごかったりしてね。まだね、まだ全盛期ですみたいな。